事件があったのは札幌東区北34条東17丁目の通称札幌新道沿いの歩道です。午後4時20分ごろ、タクシーを止めようと立っていた80代の女性が、地下鉄新道東駅方向から走ってきた自転車の男に現金などが入った手提げバッグをひったくられました。女性は転倒し、膝下をすりむくなど軽傷です。男は70代くらいで、身長およそ160センチの中肉、白いシャツを着て黒の自転車に乗っていて、東の方向へ逃走しました。警察が窃盗傷害事件として男の行方を追っています。